はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回はコンノちゃんを使って司令塔を取りに行こうということで海道高校でやっていきます。まあ、海道高校はね、まあ、なんとなく選んだだけです。特に深い理由はありませんと。で、主人公の顔がしょぼいですけれども、実際にしょぼいです。不眠症オンリーという感じになってて、あ、そうか、あとデッキの方は、こんな感じで来てますと。まずコンノちゃん、司令塔を取って、ヒジリちゃんからささやきを取って、スッスから9階の頭脳をもらうというパターンですね。で、魔術師も一応欲しいんで草野を入れてきてます。とあと筋力キャラは今回古永に、お任せをして、で、古永を連れてきた関係で鎌狩りも、一緒に連れてきてますと。で、上の段が、前イベキャラで、下の段が後イベキャラになってます。で、今野ちゃんは、実際使うの初めてなので、まあ、ちょっとね、前情報として調べたところ、まず告白が、まあ、最大で2回ありますと。で、1回目の告白で彼女にもできるし、2回目に持ち越すと、経験点が多くもらえますと。で、それに加えて、福イベの方が3回あるというような感じなので、ちょっとね、告白2回まで持ち越すと重くなるかなと。でひじりちゃんも、イベントが重いので、まあ、できれば今野ちゃんでもね2回目まで続けてはいきたいんですけれども、まあ、ささやきもね重いんでどうしようかなと思ってます。で、まあ、デッキに関してはそんなもんですかね。じゃあ進めていきましょう。で、不眠症はちょっと最初の方は放置しておこうかな。とりあえず評価上げをやっていきましょう。まあ、あと今野ちゃんがね登場したらちょっと告白を早めに起こしたいので、評価は最優先で上げていきましょう。まあ、その間になんか体力とかね減りそうだけどね、不眠症で。まあ、ここでまた体力を回復して、体力が減ってちょうど回復した分が減ったな。サボり癖とかもそうですけど、わりかしねこれストレスになるんですよね。またかよみたいな。これどうしようかな。コーチのところに誰かがいればな、メンタルやったんだけどな。 11% か。これはちょっと今のうちに1回寝るかお出かけするか。いや、お出かけしよう。もう通院して直そう。ちょっと確実性をとって、まあ、あの病院に行くのが確実かって言われると全然確実じゃないんですけど。あ、くんのちゃん最初で体力が上がるんだね。で、あとは、最優先で上げていきましょう。一応コツを見つつ、ひじりちゃんからねもらいたいはもらいたいんだけど、ちょっとこんのちゃんを先に追って評価を告白まで上げていきましょう。早っいや、このお二人はね、ほんといいですよ。ヒラマサとか。俺もうね、まずね、魚が触れないんですよね。ヌメヌメしてて。ヌメヌメしたやつがすげえ嫌いなんで、カエルとかもね、すげえ嫌いっすね。触れないっす、マジで。コツ。スッスか、これもいいね。で、コンノちゃんがいないんで、スッスからコツをもらいましょう。キャッチャーコツはねやっぱり早めに抑えたいけど、ポイントか。まあアドバイスをしましょう。さて、またコツがあるね。またスッスか。そしてコンノちゃんがいないから、スッスからコツをもらいたい練習多いな。ブレイクスルーとか久々だな。これはどうしようかな。ちょっと監督にアピールしとこうかな。紅白戦でね、ちょっと自分レギュラーにはなりたいんで、まあ、成功してよかったけど、まあ、失敗する可能性もあるからなこれ。まあいないし寝よう。全然出てこないな。
全然出てこない病がありますよね、彼女キャラって。でこれはペリペリつけましょう。やる。これでポイントがもらえるのもまたすごいよね。いないね。フルナがパワーヒッターはな、欲しいな。パワーヒッター、よし。草野はね、ちょっと守備職人が安定しないっていうところが厳しいんですけど。で、もうタックができるか。さすがに、ホモテは早いね。ただ、コンノちゃん上げていきましょう。もう10月か。10月中にね、1回目は起こしたいんですよね。そして一緒に帰るイベントが起きなかったし、あれじゃねえよやる気がどんどん下がっていく。コンノちゃんを探せ。あー、もう3になったか。早いね。ここはちょっと鎌狩りも上げつつっていうのをやりたいけど、体力がどうなのかな。やる気を上げたいっていうのもあるね。ちょっと一回練習してやる気を上げるか。まあそれとも技術でも30ももらえるのか。練習しよう。まあホモテはね、ここら辺がやっぱりいいですよね。早めにタッグが組めて、それなりに経験点ももらえるっていう。よし、フルナガありがたい。いや、フルナガはね、ほんといいと思いますよ。球界の角、1回目が来ましたね。これはどうすんだっけとことん付き合う。この、いつもね、上2つがね、何が何だか分かんないんですよね。下がるのと上がるのが。ひじりちゃん。でもなー、ちょっとこれは寝ておこうかな。まあ、まだタックもね、あんまり組めないんで、ブレイクスルーポイントはそこまで意識しなくていいかな。で、コツコツコツと、スッス。この2人も上げておきたいっちゃ上げておきたいんだよな。どうしようかな、悩むけど。でもコツは欲しい、やっぱり。いい加減コツをくれいい加減コツをくれ。もう11月か。ちょっと11月に入ったら今野ちゃんは1回目で済ませたいけどな。そもそも告白イベントが起きないぞっていう。ありがとうひじりちゃん。ひじりちゃんもなかなかコツをくれない子だからね。これは無理だよね。さすがにきつい。ちょっとコーチと練習をして体力を回復してもらう算段でいこう。腹減った。ダメだ食んなかった。まあ成功すればね、それなりに経験点入るし。これは体力を回復して勝つイベントを切ると。でコツ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 が来てる。まだ何も掴んでないよね。阿部よしよしよし。まあ本当はキャッチャーとか欲しかったんだけど、鎌狩りくんのイベントちょっともったいなかったな。まあいいや、下がらないだけでも全然マシだからな。でブレイクスルーができるけど特に来てるわけではないので、どうしようかな。草の評価を上げとくか。監督評価とかマジ低いな。紅白戦でね、負けるのだけはさすがに避けたいんで、もう一回ちょっと練習するか。っていうか今野ちゃんが来ないぞ。でパワヒはね、5で掴んでもいいと思うんすよね、今回に関しては。
あ、ドキドキ服。え、ドキドキってやつが何これ。あれなの、告白イベントでいいの、ちょっとわからん。あ、そうだね、まあ、これはもう12月の1週なんでさすがに告白しましょう。好きかもって、これ何、どういう状況でさ、あの告白したの。ちょっと待って待って待って、ログを出したい。見たことないんでね、ちょっと上から行くと、あー、教室に残ってるのが2人だけっていう感じで、今野ちゃんからかっこいいよ的なことを言われて勢いで付き合ったみたいな、そんな感じか。なるほどね。で、球界の頭脳も、2回目ですね。これはどっちだ、話を続けよう。2つ下がって2つ上がるって、うわこれはたまるな、たまるけど使うのもあれだしな、どうしようかな。で、次3周で結局練習しないといけないんだよね。コツ、アベレージヒッター、潰すの忘れた。もったいなかった。ちょうどよかったね、ちょうどよかった、ちょうどよかったね。いいね、ひじりちゃんも来てるね。これはすごいぞ。これはマジですごいぞ。ダブルタックブレイクスルーはほんとすごいっすよね。これがね、何回できるかなんだよね。まあ、だいたい1回、2回できればね、割といい方だとは思うんだよね。これは基本から考え直す。で、伝説のさよなら男とかは、どうだろうね。別に、金徳的には、あんまり欲しくないっちゃ欲しくないんだけど。悪くないね。ちょっと技術が多分すっげえいっぱいあるんで、ミートをあげる、リーマンであげとこう。精神がその代わりちょっと少なめなのか、とりあえず守備力を D くらいにしておこう。カッターも30くらいにしておこう。30に合わせよう、とりあえず総力は30でいいや。で、補給も30にして、精神だな、精神。早球は3で掴んじゃおう、もう。で、阿部比は2で掴んだ、2じゃねえや、3で掴んだ方が良かったな、ちょっともったいなかったね。まあ、ここはやらかしでしょうがないんだけど。で、練習。おー、草野くんが足りてないね。まあ、それはしょうがない。足りてないものはしょうがないと。ハイボールヒッター、カムカリのね、ローボールヒッターとちょっと勝ち合うんすよね。あ、これ体力回復するんだ。まあ悪くはないね、イベント的には。ただイベント回数が多いっていうところか。あと2回あるのか。大凶きたー。あー、絶対不眠症になるわけではないのか。なるほどね。これ3回目になるね。どうしようか。3回目になるけどな、なんか能力が直上げされたりするんだよね。守備力ちょっと上げとく、まあ、守備が上がるかどうかって言われたら分かんないけど、肩も一応上げとくか。ちょうどいいにできるしね。で、補給とかもなんか上がってもいい気がするから、これだな。で、3回目練習をやりましょう。監督もいるし。野球しようよ。これなんだっけ。わからんけど、とりあえずやろう。あんまり3回目練習とかやんないからな。勝った。よしよしよし。パラダイムシフト。これは痛いやつだ。で、また筋力が来てると言えば来てるけど、さすがに無理なんで、どうしようかな。1回メンタル挟んで鎌狩り上げて、で、これは
なんだっけ、なんか緑毒のもらえるけど忘れちゃったな。何がもらえるんだっけ。まあもらえない可能性もすりゃあるけどさ。どうだ、まあこれはポロだとしても次よ次。取ったどー、よしよしよし。経験点がねやっぱりでかいんで取ると、どうしようかな。いっぱいいるけど特にっていう感じだからな。監督の評価を上げとくか。筋力もねちょいちょい稼ぎ出さないと多分いけないんで、まあ、今回はその経験点を伸ばすっていうよりはその保守を作るっていう感じでやっていきたいんで。で、ブレイクスルーがあるけど無理だな。どうするよ。1回メンタル挟むか。1回メンタル挟んで2月の1週で練習をしてバレンタイン迎えて虫歯になって筋力もらえねえよみたいな、まあ、こういうので体力が下がらないっていうのがいいな。あ、体力下がった。これはもうちょっとタッグがなくてもブレイクスルーを使っちゃいますかね。で一応コツのあるところに行こう。古永、まあ、もったいないといえばもったいないけどもうしょうがない。一回ダブルタックが来ただけでも御の字なんで。でまたそうハイボールヒッターとか今回マジでコツを潰すの忘れるな。トシ君もねそう欲しいんだよね。本当にトシ君欲しいんだよね。めっちゃ回復すんな。ただトシ君がいればねその球界の頭脳とささやき戦術がねだいぶ変わってきますからね。これはちょっと監督評価を上げよう。紅白戦これでもういけるかな。ちょいちょい練習すれば。いつから来週からだっけ。来週って言ってんね。メンタルにコツがあればメンタルをやったけど、とりあえずデートをしておきますか。回復するよね今野ちゃんのデートって。人によってはね回復しなかったりするんで、デートの1回目からちょっと確認をすると回復しますね。であと最近のキャラってカラデートがなかったりするじゃないですか。今野ちゃんはどうなんだろう。まあカラデートっていわゆるあれっすね、どこ行くみたいな、公園、喫茶店、カラオケみたいな。これはもういいや。真ん中でよーしやるぜ。筋力か守備かって言われたらちょっと今のところは筋力が欲しいね。でコーチについては体力さえ減らなければやってもいい。どうだ。おお、さすが。まあポイントもね30入るんで、まあここら辺のねイベントが成功してくれればかなりいいんですけど、特になんか焼肉のやつっすね。まあここら辺はねちょっと失敗したとしてもいいけど、これ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 はねぜひ当てたい。じゃんみたいな、やったー特に何もなしか。これはどうしようかな。まあ敏捷はね足らなくなるっちゃ足らなくなると思うんで上げとくか。で、コツが来ててタックがないから、スースーコツコツ大丈夫かもうわからん。大丈夫。初球はだってくれる子じゃないしね。ハイボールヒッターどうすかな。本当はねハイボールヒッターよりローボールヒッターが欲しいんですよね。魔術師最悪直取りありか。これ技術あるから。でも技術って結構保守は使うからね、あんまり無駄遣いしちゃうといざとなった時に足りんと。キャッチャーはねほんと金徳取るのが大変なんで、
守備骨もねありがたいですね。もう上げちゃったけどさ。サンパバントのコツとかどうする？潰しておいていいような気もするんだけどな。直でどれくらいか。バント結構技術使うわこれ。やめとこう。でよ、ちょっと待って、そろそろあれが来るね。うわーこれさ、パワーを E に上げるとさ、だいぶなくなるな。でもまあ紅白戦があるんでしょうがないかな。弾道は、弾道も、いや待ってパワー比があるから弾道はいいや、とりあえずこのまんまで。でこれをやろう。コンノちゃんがいたからあれか、怪我率が下がってんのかな。まあひじりちゃんはね一緒に練習ですよね。そりゃキャッチャーコツがな、来てないところが痛いよな。でまあ何より紅白戦よ、紅白戦。これはちょっと自分で打っていかないと。ミートはちょっと D でいいかな。打撃面は最悪今回捨てて、肩と守備と筋徳に趣を置きたいと思います。まずは打つ、自分で。前村か、そうか。ジャイロボール打てん。こういうさ、久々になるとさ、マジで打てんのよ。爆速もそうだけどさ、よし、 OKOKOK とりあえず、うおー1点入られたか。あっぶんね、ほんと危ないわこれ。行くかな、行かないかいかんせ、うおー、ちょっと待ってあれ、これってさ、とりあえず同点でもいいんだよね。とりあえずゲームオーバーはなくなった。あとは俺がさよなら本塁打を打てば勝てると。勝った方が確か経験点的なものは良かったよね。しかも最後のバッターじゃねえか俺。ちょっとフォアボールよりはなんか勝負していただきたいけど、ちょっと待って待って今のは打てん。ジャイロボール、どうだ、まあ無理だね。パワーが若干足りないか、やっぱり。いや、ほんとこれ怖いよ。ブレイクスルーは使えないか。一回だけ精神挟むか。結局、精神ポイントもね、必要になるからね。さて、来た。これは筋力をね、稼いでおきたいっていうのもあるけど、まあ、さすがにこれは守備か、でも。ブレイクスルー使って、技術余りとかならないよな。調子に乗りすぎるとさ、技術余りになるからね。打球伸びでも取ろうかな。司令塔ってちなみにどれくらい使うんだっけ。ああ、メンタルに来てるね、コツが。これはちょっとメンタルを1回やって、もうブレイクスルーはないから、この後デートしちゃってもいいかな。まあ、筋力ポイントをくれるのは助かりますと。ラブパが発動したね。これどうなるんだっけ。内容とか覚えてないんだけど、少し掴んだ。あ、これ成功してくれると結構でかいんだけどな。おきゃー。変態よー。やる気が下がってしまった。まあいいや、ちょっとこれ1回デートしよう。これ2回目だよね。まあペース的には大丈夫かな。やる気が上がってくれると助かるんだけど、やる気が上がるね。よしよしよし。でささやきも終わったんで、まあささやきに関してはね、コツ1なのかコツ3なのかがだいぶ変わってくるんだけど、少しか、まあしょうがない。でささやきってどんくらい使うの、ちなみに。ささやき122の122か。どっちかっていうと精神がきついよな。技術700とか、絶対これ技術余るわ。マジ技術余りになるわ、やっぱりこの編成は。
とはいえな、やっぱりこういうタックはね見逃せないからね。本当はなんかコーチのところ行って回復して筋力をつけるっていうのもありじゃありなんだけどな。どうしよっかな、悩むね。ちょっとコーチのとこ行こっか。筋力マジで足らんわこれ。特製おむすび、まあ全然いいけどね。9階の頭脳わからんべー、こんなん。こういうさ金徳のイベントってさ、なんかスッスとかもさ球界の頭脳になったとか、まあ、そういう風になってほしいんだけど。7パー筋力足らん、やろう。よし、もう監督の評価はな別に。ストイックゲージはどうなってんだっけな。そんなにか、そんなにだね。いいか、デートするか。で3回目で、3回目はねなんかコツがもらえるみたいっすね。選択肢によって違うのか。もう最高だと野手の場合怪我しにくさで、美人だとはっていうのが、あ、ブロックもらえるんだ。まあ、割引率としては微妙な感じはあるけど、少しでも、筋力を減らせるんだったらブロックもありだね。で、俺にはだとチャンスコツか。まあ、通常だったらチャンスコツでいいと思うんだけど、今回はちょっとブロックにしますか、じゃあ。なんて言ってたの、ちなみに。特に主人公が素敵だね、みたいな。あ、嫉妬しちゃったってことか。でヒロインの子を見てどう思った。そう、美人だよ正直に。あ、でこれは、あ、回復か。まあ確かにね、内容的には全然悪くないっすね。重いっていうのがネックなだけで。で一級入魂つかみましたと。鎌狩りのコツがあってスッス。いやちょっとこれは筋力を稼いでおくか。9階の頭脳自家取りは重い、さすがに重い、3とはいえ。さよなら男って100使うのか。魔術師もブロック、これはいいか、もうもらっちゃおう。ちょっとコツの回収がよろしくないね。コツの回収がスッス、あれだけなコツ来てたんだけどな。でローボールヒッター、まあ本当はねローボールヒッター欲しいのよ、ハイボールヒッターよりは。そうしぐれちゃんね、彼女にしてるとねこれを回避できるんですよね。これまあそうか、無理だな。お出かけするか。で次が4回目だね。体力の回復量は30くらいのキャラクターか。そうすると精神くれるんだ、それはでかいな。でどうしようかな、特にいいのがないから、これはもう一回デートしちゃうのもありかな。ストイックゲージ的にもそんなにあるわけじゃないんで。で最後の、デートの回復量も30ですね。で司令塔のコツをつかんで、あ、でもこれ重なったか、まあしょうがない。コツ優先、コツ優先、スッスだな。広角打法どうするか。で最悪守備力のコツをくれるっていう可能性もあるからね。広角打法って直取り119か。いやいやいや、待て待て待て、さすがにスッスお願いします。キャッチャー、キャッチャー、よしよしよし。で3でいいかな、キャッチャーコツは。9階の頭脳つかもう。技術700とかめちゃくちゃだな。で、あと欲しいのは先に司令塔だね。122か、これも重いな。精神がなどんどん削られていくわ。魔術師
直撮りでもいいけど一応置いておくか。さよなら男はね、もう直撮りせざるを得ないんで、一級入魂も、これもわりかし精神使うな。基礎能力がね、どこまで上げられるかなんだよね。早急はもう掴んであるでしょ。で問題は肩だよな。とりあえず C くらいにはしたい。で守備骨、守備骨って3も5も変わんないんだっけ。とりあえず3を掴んでおけばいいんだっけ。いいや、あげちゃおう。敏捷が足りないね。パワー D 欲しいな。ちょっと E とかホームラン打つ自信がない。メンタルをやるか。やるときないときはメンタルにしよう。マジで精神ポイントが足りん。で草野か。これはワンタックだから、ちょっと草野から何のコツをもらえるかは分かんないけど、守備職人を信じて粘り打ち。さあもうちょっと試合の周に来ちゃったぞ。スッス、これだけ重なるとでも結構もらえるね普通の練習でも。どうしようかな。パワー DD だな。ちょっと待って、 D は欲しい。無理D ないと。 DD か、かなり厳しいな。合格だ。方ありがたいといえばありがたいけど、5番キャッチャー、この能力で5番か。まずはしらすくんですね。しらすくん、筋力がまあ全然足りませんと。足も足らんな。お待たせいたしました。さあ打ってこう、打ってこう。ちょっと待って、こういう変化球はね、ミートが小さいと本当に厳しいのよ。いかないか。ギリギリ切れてしまった。もうちょっとヒットで我慢するしかない。まあ、とりあえずは負けないってことだね。イワシくん、マグロがいないからね今。ほら、オッケー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 。まあ初戦はね球速が遅いんで、変化球をね投げてきてもね、まあなんとか対応はねできるんですよ。ちょっと届かなかったな。本当にパワー不足だな。そして点を入れられてる。徳永くん、よしよしよし。いいね。ああそうだ、こいつだ。ジャイロボールとかマジ打てっかな。守備が来てるね。どうしようかな。マジで筋力欲しいといえば筋力欲しい。技術どうなの今、519でしょ。なんだかんだで使うんだよね。司令塔取った、ささやきも取った、魔術師最悪直撮りで100。ローボールヒッターの方が欲しいか。ローボールヒッターを潰して、伝説のさよならも100、一級入魂もそれなりに使う。先に初級だけ取っとこう。で粘りも取っとこう。広角、筋力だな。筋力マジ足らん。ちょっともったいないけど筋力練習しよう。ちょっとでも筋力を稼ぐ。で次にブレイクスルーができるんで、ここはもう何が来てもブレイクスルーでいこう。さすがにブレイクスルーのタックを逃すのは面倒、面倒じゃない、もったいないんで。本当だったらね、筋力ブレイクスルーができれば一番良かったんだけど。でこの能力でジャイロボールを打てるかどうかだな。まあね、球速は速いけど1球種しかないっていうところが攻めてもの、使
いなんだよね。どうしようかな。ミート C にしておこうかな。精神をでも90使うのか。いや、きついな。それはちょっときついな。ちょっと守備を A にしとこう。で、肩を上げる筋力がやっぱり足らんか。あとは試合でどれだけ稼ぎ出せるか。この能力で、これはチャンスだ。どこら辺からもう、あー、入った入った入った、やった。すげえたまたまなんだけど今。球もな、重いしね。最初のはすげえラッキーだったな。しかもすげえ振り遅れんだけど振り遅れるけどなぜか入る。これはさすがに、入ってきたか。ちょっと初球があるうちに打っときたかったけど。あ、待てこれは出るでしょ、さすがに。これは、まあいいや、全然いいや。自分の意に反して意外に打てたっていう。で、この体力はな、一回さすがに寝るか。これを全部精神っていうのはちょっとな。一応見よう。おお、美味しいね。まあやんないけどさ、一回寝よう。これはで甲子園で練習しよう。コツ古永、あと来てないのって何。古永でできれば筋力ポイント欲しいんだけどフルヒッターかあったね、そんなの。いや、フルヒッターはさすがにいいわ。まあ、ここら辺ではね、やっぱりちょっと古永がっていうのは。でも広角はな、欲しいよな。欲しいけどな、47もな。筋力がちょっとそれすらも惜しい。1球入魂でちょっと乗り切ろう。伝説のさよなら男、さよならの場面になるかな。魔術師、いや一応置いとこう。最後の最後まで置いとこう魔術師は。伝説のさよなら男はもう取っちゃっていいか。そうするとおお、1点入れられたけど1点入れたね。これはストレート。いや、犠牲フライなんてね、甘いことを。ホームランを打つ。走った、振らない。ほんとひどいよな。1球入魂がなくなってしまった。1球入魂がなくなると厳しい。ちょっと待ってよ。2点差、あ、3点差か。1球入魂、割と回ってくるね。初活か。ツーアウトランナー1塁という場面で松島、今日4打点を挙げています。打ちました、ショート右への打球。てかさ、スタ、うわー、終わってしまった。夏が終わってしまった。最後のカスっていうのをちょっともう余裕かなと思ってさ適当にやってたら負けたよ。5位、危ねえ。筋力足らんは絶対これ。そうするとチュってやつサムネにしよう。まあ確かにコンノちゃん全然いいっすね。あの不眠症と虫歯かさえつかなければ、経験点は5000と、まあ悪くはない悪くはない。まずは
技術を使っていこう。さよなら男、マジでさよならしたよ俺自身がさよならしたよ。あとなんか必要なのあったっけ、キャッチャーで。とりあえず大丈夫か。あとはじゃあ基礎能力を上げていこう。肩だな、 A にはしたいで、補給もやっぱり上げときたいよね。 C にはしたいで、余ってる。ただミートが足りない、精神が足りないで、精神がやたら、精神じゃない、技術がやたら余ってるから、やたら余ってるからやたら使うやつ、まあ、打球伸びなんだよね。そうすると高速チャージ、バント処理が速くなる。それってキャッチャーもそうなのかな。ここら辺のさ、誰に適用されるのかっていうのがいまいち分かんないんだよね。そう、打球伸びはね、あんまり筋力と敏捷を使わないんですよね。まあ、技術もったいないんで1個取っときましょう。で、一応高速チャージ取っておこうかな。バントシフト意味あるかどうかちょっと分かんないけど、定かではないけど一応取っておこう。広角打法は取れなかったか。で、あとはちょっと技術的なところなんで、まあミートをちょいちょいちょいと、こういうさ、ちょいちょいちょいってあげるのもさ、意味があるのかよく分からんだよね。まあこんな感じか。まあそれなりに技術が残ったけど、まあそこまでダダ余りした感じじゃないんで、まあ打球伸びでね、無理やり調節したっていうのはあるけど、まあちょっとね、やっぱり甲子園1回戦で負けちゃったっていうのが、まあありますけれども、もうちょっと伸ばせるかな。で、今野ちゃん、まあいいっすね。全然、予想していたよりはいいです。まあ、招き猫使えば、イベント数気をつければ消化もできるし、まあ、福井目はね、重いっちゃ重いですけど、体力の回復があるんで、内容的には全然いいですね。なので、今野ちゃん、全然ありということが、分かりました。というところで、今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。